はい、このように外れました。はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はこちらワゴン R スティングレー型式 DBA-MH22S、 年式が平成20年6月登録ですね。こちらの車両のフロントバンパーの脱着、こちらの方を DIY していきたいと思います。はい、まずこちらのですねグリルを外すようにしたいと思います。上にクリップがですね1箇所、2箇所、3箇所ですねありますので、こちらを外していきます。はい、こちら上ね3箇所クリップ外しましたら、今度はですね下側ここのところですね、差し込みになってるんですね。ですからこのグリルをですね上側に引っ張ります。全体を一気に引っ張ろうとしても硬くて できないので、片方ずつこちらからこう上げていくような形でやっていくと外れてきます。はい、こんな感じでね、ここ1箇所、2箇所、3箇所、こちらがこうはまってるだけなんですね。はい、これでグリルは取れます。はい、そうしましたら次こちらのクリップ、こちらのクリップですね。それからここはボルトで、ナンバー外したところのここにもですねクリップあります。この辺外していきます。はい、で今下回りに来ました。ここのですねブラスビスは外さないとダメっぽいですね。それからですね内側行きまして、ここのクリップですね、これがやっぱ左右対称についているので、こちらを外していきたいと思います。はい、そしたらですねこのフェンダーとの境ですね、そこにありますこのクリップを外していきたいと思います。はい、そうしましたらですねここに手を入れて、ちょっと大胆にガバッと、はい、こうするとバンパーが外れてきます。はい、この時ですね、フグライトですとか外気温のセンサーがついてたりするので、それは外さないといけません。はい、このように外れました。はい、こんな感じですね。We'll be right back.